お茶、アングルです。今回の話題はこれです。ドーン。ドル円が129円まで急落した。円高トレンドは続くのか。ビットコインへの影響を説明せよ。チャートドーン。これはドル円の週足チャートです。2022年の年初価格は115円、3月から爆上げ始まって10月に150円を超えました。日本の財務省は急激な円安を阻止するために過去最大規模の円買い介入を行い、その後下落に転じて2020年の年末価格は133円。2023年も下落から始まって1月3日に安値 129.5 円をつけました。120円台をつけたら7ヶ月ぶりです。次に今後も円高トレンドが続くのかについて、まずはテクニカル分析の観点から考察します。ずっと。これはドル円の年足チャートです。2022年の高値 151.9 円は33年3ヶ月ぶりの価格で超長い上髭の陽線になりました。チェンジ。これはドル円年足の上髭ランキングです。2022年の上髭変化率は 15.9% で、なんと過去53本中2位という超長い上髭です。チャートに戻って、水色で塗りつぶされた102円から132円のレンジを見てください。1990年以降のローソク足で終値が132円以上つけたものは一つもありません。高値が超えたものはありますが、年末までに132円以下に押し戻され、その後数年間陰線が連続する下降トレンドに入っています。そして昨年の2022年も高値で132円を超えましたが、結局押し戻されました。チェンジ。丸一のローソク足、初め値が102円から105円のローソク足です。どれも1年間で10円以上上がり、翌年の丸にも陽線をつけた後、翌々年から数年間陰線が続く流れになっています。そして右端を見ると、2021年は丸一の陽線、2022年に丸二の陽線のように、2年連続で陽線をつけています。以上を元にすると、テクニカル分析の観点では、今年は円高トレンドを予想しているトレーダーが結構いそうです。次にファンダメンタルズの観点で考察します。ドル円のトレンドに影響を及ぼす重要な指標に日米金利差があります。例えば極端な例で、もしアメリカの預金の金利が 5% で日本は 0% だったら、どの国で預金したいと思うか。そうです。アメリカで預金した方が稼ぎやすいので、円を売ってドルに換える流れが強まり、円安に進みやすくなります。逆にアメリカの金利が下がると、ドルを売って円に換える流れが強まり、円高に進みやすくなります。チャートと青い線はドル円の価格、赤い線は日米金利差です。今回は2年国債ではなく10年国債利回りの金利差です。1989年以降で金利差が最も大きくなったのは2000年1月の 5.09%、 金利差が最も小さくなったのは2020年8月の 0.49% です。追記。黄色の期間は金利差が縮小傾向にあった期間です。その期間中のドル円を見ると下落していることが多い、つまり円高に進みやすかったことがわかります。チェンジ。緑色の期間は金利差が拡大傾向にあった期間です。その期間中のドル円を見ると上昇が多い、つまり円安に進みやすかったことがわかります。このように完全に同じ方向に動くわけではありませんが、金利差が拡大すると円安、金利差が縮小すると円高に進みやすくなります。気になるのは右端の緑色で、2020年後半から金利差が拡大した時の円安の勢いがとても速いことです。原因は2016年から始まった指し値オペの影響がありそうです。指し値オペは日銀が指定した利回りで国債を無制限に買い支えて直近利を 0% 近くに抑え込む金融政策です。つまり現在は金利差が拡大するか縮小するかは全てアメリカの金利次第という状況下にあり、2022年のアメリカの大幅な利上げは確実だったため強力な円安トレンドが発生したということです。なお、指し値オペは続いているので、
今後もアメリカの利上げが続くと、いきなり強力な円安トレンドが発生してもおかしくはありません。ズーム。これは2020年以降にズームしたものです。金利差の直近高値は2022年10月につけた 3.99%。そこから下落に転じて12月に 3.17% まで低下しました。金利差が縮小に転じたのに合わせてドル円も下落に転じています。1月4日現在の金利差は 3.3% です。今後の金利差がどうなっていくのかについては、日本では先月12月に日銀が差し伸べの指定利回りを 0.25% から 0.5% に引き上げたことを事実上の利上げと市場が捉え、今後も異次元緩和の修正が続くという見方が強いです。一方、アメリカではインフレ率が昨年6月をピークに下がってきたため、利上げのペースを落とすことを決定しました。このようにアメリカと日本の金利差の縮小が期待されているため、現在は円高トレンドになっています。しかし、アメリカが利上げペースを落としたといえども、0.5% の大幅利上げが続いていることを忘れてはいけません。ずっと！これはアメリカの M1 です。M1 は現金と当座預金の合計です。1959年から61年間で約4兆ドルを増やした後、コロナショック後のわずか1年で、その4倍の16兆ドルを増やすという快挙を成し遂げました。この爆増によるインフレを 4% の政策金利でインフレ率 2% 以下に抑え込めるとは思いません。また、日銀の異次元緩和修正についてはどこまで修正できるかよく調べてみる必要がありますが、現在の日本の経済状況で政策金利の引き上げは時期尚早と考えられます。そのため、アメリカの金利が今後も上がり続け、日本の金利は 0.5% のままが続いた場合、金利差の直近高値の 4% は遅かれ早かれ超えてくる可能性が高く、その時のドル円の動きが今後の円安円高トレンドを見極める上で重要になりそうです。金利差が 4% を超えた時はツイッターで速報します。その他、今後インフレ率が低下する要因として考えられるのは、ロシアとウクライナの戦争の終戦です。戦争は物資不足を引き起こすため、エネルギーをはじめ急激なインフレを引き起こします。実際、ロシアが侵攻した後、エネルギーや食料の価格が高騰し、世界インフレに拍車をかけました。なので、終戦になるとドルの需要低下とインフレ率低下が顕著に現れ始め、それによって金利差が縮小する可能性があります。次に、ドル円の下落がビットコインの価格に与える影響について。チャートだ！これはドル指数の週足チャートです。ドル指数は、日本円を含む6カ国の法定通貨建てをもとにドルの価値を指数化したものです。チャートを見るとわかるように、2021年から2022年にかけてドルが強くなったのは日本円に対してだけではなく、すべての法定通貨に対して強く、2022年10月に頂点をつけて下降トレンドに入っています。次っと！これはドル指数とビットコイン価格の90日相関係数です。相関係数は、一方が変われば他方も変わるという関係の強さをプラス1からマイナス1の間で表した数値です。プラス1に近いほど同じ動き、マイナス1に近いほど逆の動きをしていることを意味します。このグラフの青はプラス、赤はマイナスです。2017年以降を見てください。マイナスの期間がとても多く、全体の約 70% がマイナスになっています。つまり、ドル指数とビットコインの価格が逆方向に動くことが多いので、このままドル指数が下がっていくと、ビットコインの価格にプラスの影響を及ぼします。以上、ドル円が129円まで急落した。円高トレンドは続くのか、ビットコインの影響を説明せよ、でした。ちなみに、日本は利上げや量的引き締めはできないので、日本円の暴落を阻止するためにできることは、為替介入くらいしかないように思いますが、実は他にもあります。これです。ドン。増税。増税は納税するために通貨の需要が高まるため、通貨の価値を高める効果があります。ただし副作用はデフレや景気後退です。重税国家ランキングのトップクラスの日本が過去最高の税収を上げながら増税を検討するというエースを発揮し始めました。日本は政府と国民の増税 SF プレイ時代へ。この動画面白かったらグッドボタンを押します。富岡さん、ご視聴を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。